吉野家で豚丼とネギ玉。この日何か別なの食べようとしていたのですがなかったのでこれにした。確か豚キムチ炒め定食を食べたかったけど販売終了していたのだ。結果思いつきで、ネギ玉豚丼である。食べた感想。ネギはきっちりと多い。玉ねぎも今回ははっきりとある。ただし肉が少ない感じはしたのが終盤残念だった。最初から割とご飯が見える肉の盛り付けでスカスカな見栄えだったりしたのだ。豚丼だと生卵とはいまいちな感じはする。なんだかんだでキムチ炒め定食の方が高くてもマシなクオリティ。豚丼食べ終えて腹キューブ程度。定価だと460円なのでコスパは微妙かな。牛丼380円足すネギ玉と比較すると20円だけの差は微妙か。クーポンがなければ豚丼は食べる気がしない。